はよう。おはようございます、天月さん。調理許可をいただきありがとうございます。冷蔵庫に入っているもので簡単な朝食を作りました。そうなんだ、ありがとう。昨日のご飯はご一緒させていただきありがとうございました。ミジンコレベルで楽しかったです。ほとんど楽しんでもらえてないようで何よりだよ。キリュウナギという少女は今まで転校続きで家族と暮らすことは少なかったらしい。昨日寝る場所がないと言われ仕方なく家に泊まらせた。まあ何一つとして間違いはないので安心してくれ。出会ってまだ2日だ。気が利くようでそうでないような性格の彼女はまだまだ観察が必要だな。何見てるんですか。気持ち悪いのでこちらに気配を送らないでください。いや、何を作ったのかなと。昨日は天月さんのとてつもなく不本意だけどとても美味しいチャーハンを作っていただいたのでお返しにチャーハンを作りました。お返しなぜ同じ。さっき簡単なって言ったよね。すみません、負けず嫌いでして。ああそう、いただくよ。ありがとう。どうぞ召し上がれ。で、結局依頼ってのはスメラギヒューガの牛室でいいんだな。うん。他にミオについて知ってることは。アシラテさんのことっていうよりは僕ら全員のことなんだ。は？なんだそれ。これから先は有料、それにヒューガを助けてからじゃないと新しい問題に向かえない。別にお前を信じてるわけじゃない。僕も君を信じてない。お互い様は明日の夕方5時に拠点で待ってる。ラーメン食おうぜ。日高屋だな。私もご一緒します。部活荒らし事件はスメラギ救出のための一環に過ぎなかった。騒ぎを起こした生徒や先生は今日処分で停学やらになっている。だが本当はスメラギを救出するために吉住先生が仕組んでくれたことらしい。とりあえずことが無事に終わるなんて考えられない限り俺はまだまだ可能一時くらいに付き合うつもりだ。美味しい。分かってたこともすべて何もかも背負っていつかそこでまた手を伸ばそう。明日が来るという幸福さえも僕らに何かを見つめさせている。君が来たその日から奏で合った音楽と足早まるパレードの良さ。蛍光の日差しが横切る峰で見下ろす奇想天外な日々。 I'll sing aおはよう。授業をする前に言っておくべきことがある。このクラスには転校生が3人入ってくるので案内は任せる。そしてもう一つ、加納くんは3日の停学処分、スメラギくんも何らかの事情で欠席。いや、見ればわかりますよ。だってこの教室俺しかいないじゃないですか。成滝くん、その通り。ということで読書をしていなさい。転校生を呼んでくる。行くぜ、長ゼリフ。嵐のようにいろいろなことが起こった部活日を終え、今俺は学校に来ている。昨日関わった先生や生徒は出校停止という形でスメラギの救出作戦に出ている。
俺が今日ここに来た理由、無論転校生の絶世の美女を見るために決まっているだろ。まだ来るかわからないけどさ。いや、希望は捨てないよ。第1話では彼女はいらないと答えたが、そんなのは全くの嘘だ。彼女欲しい、イチャイチャしたい、カップリングタグを作ってもらい、動画のコメントに遠回りやばいマジ神っていうコメントが欲しすぎるのだ。なぜあの時ああ答えたのかというと、ヒロトにはないと思うが、じゃあ俺なんてどう、キランとか言ってきそうで超怖かったからだ。それにしても1組の転校生ちゃんは超可愛かったな。超口が悪かったけど、俺もそんなウルトラレア狙いで今日は来てみたわけだが、ヒロトたちからの歓迎かっこ脅迫かっこ閉じるのメールが来て、俺の足がバイブレーションでブルブル言っている。電源切っとこう。てか東島先生が遅い。実はこのモノローグのうちにかれこれ30分くらい小説を読み続けているんだが全然来ない。ん、あれは、あ、ナルタキ。よう、ニューカお前は今日休まなかったのか。いや、お前ら俺ハブったじゃん。あー、そういえばそんなこともあったなあ。まあ結果的にサスペンスに変わったけどな。スメラギを助けるためって聞いたから深くは追求しないけどさ、それよりお前は何をしに。転校生に美人がいることを信じて。欲望に忠実なやつだな。あー、今日はここで授業を受けていいことになったんだ。隣いいか。どうぞ。てか先生遅くね。そうなんだよな、とてつもなく来ねえんだよな。どれだけ待ったんだ。30分ほど。マジかよ、どれだけ遅いんだろうな。何か仕事をしているのか。待たせた。おお、やっと来た。あ、東島先生、今日はよろしくお願いします。よろしく。それでは転校生の紹介だな。待ってました。いや、マジで待ちに待った俺の青春のチャンス。入りなさい。一人目、男。二人目、男。だよこれ、ハズレじゃないか。三人目、男。じゃあ、順番に自己紹介をしたまえ。はい、はじめまして、田中咲です。芸人志望です。よろしくお願いします。よろしく。前はどうでもいいんだよ。何か言った。何でもないよ。よろしく、ヒロシ。どこに来る仕様さ。どうも、黒崎明人です。よろしくお願いします。あ、明人。そうです、スタダと第一中の黒崎明人。あ、トウヤ。久しぶりだな。元気にしてたか。久しぶり、うん、そうか。じゃあ次。何この人。ここは面白い人が多いですね。いや、この人暴走してるだけでしょ。そのお名前は。うん、僕の。そうです。あー、自己紹介してたんだっけ。ごめんなさいなさい。なんだこの男子、普通に可愛いぞ。いや、さっきそういう方面のはきっぱり断ったけど、俺はワンチャン新ルートを開拓しそうな。藤野渚です。藤野渚。スメラギヒューガ。俺、名前。名前を言われたのは久しぶりか。あんたは。ヒイラギシズクという。まあ誰だっていいだろう。そうだな。突然だが、俺はお前を助けに来た。うん。ここから出てお前を待っている奴に差し出す。それが俺の仕事だ。一度は命を諦めてるだけあって、こんな話を持ちかけても無反応か。この左手を見る。あ、ここに来て1週間だと思う。この1週間で左手を失った。そうか、外に出るつもりはないんだな。ない。
あと2時間が限界だ。2時間だったら一時的に電力を落とし脱出路を開く。処理室で待ってるからそれまでに考え直せ。ああ、橋立美代は生きている。よせよそんなんでたらめ。そう思うなら、そうかもな。富士の渚。うん？どうしました？あまりの美しさに恋に出てしまったではないか。それにしてもどこかで聞いたことがあるような名前だな。いや、珍しい名前だったもので。俺は、それに綺麗な名前で。ありがとう。いやいやいや、待て。いくら美男子だからといってもこれはまずかったか。別にそういう趣味はないとかさっき言ったばかりなのに。あ、大事なことなので2回言いました。この学校にそういう校則はないのですか。紛らわしいのでちゃんと指定した制服を着てください。藤野さん。藤野さん。ごめんなさい。え、女子なの？そうです、女子なんです。家川どけ。理不尽。じゃあ次に鳴滝くん、その場でいいから自己紹介をして。1年2組鳴滝東也です。美術部やってます。ぜひ渚ちゃん入ってください。うん、入る。はい、早い。家川くんもどうぞ。普段は1組にいます、家川さとりです。よろしくお願いします。やったぜ。うわー、やばいやばいやばい、なにこれ、やばい青春や。あわよくばこのままなぎさちゃんと一緒に美術部として活動続けて、一緒に合同制作とかしちゃったりして、共同制作のタイトルを2人の愛略して、愛、高校生の今だからできる学生間の愛と和を題材に、実際に2人で考え、2人で制作し、2人で愛を描いていく。そのうちに特に意識もしなかった2人の間には次第に愛が、ラブが芽生え始める。だがしかし学生という最大の壁とともに互いに打ち明けていない秘密があって、それをどうにか乗り越えようとするんだが、そこはやはりまだ子供な2人には大きすぎる壁で、どうにもできなくなった2人はこう決意するのです。そうだ、2人で一緒に逃げようと。そうして二人の共同制作である愛は終焉を迎えるのです。そう、愛とは愛であり、愛であり愛、つまり二人が見続けた景色こそ二人の共同制作であり最大の愛、すなわちだ。すげえ。はーい。ああ、桐生さんか。はい、天狗寺さん。ん、どうした。少しお聞きしたいことがあるのですが。ミオはとにかく優しくて少しバカでいい女の子だったんだ。そうですか。ではお風呂をお借りしたいのですが。ミオのことじゃなかったんだ。昨日と同じく母さんのやつ使ってくれ。わかりました。それで。とりあえず自動ボタンを押せば風呂が開く。40度で設定してある。そうですか。で、私は橋立さんのことを知りたいのですが。今度はミオのことかよ。ミオはさ、俺の幼馴染で優しくてバカで、だけど俺なんかよりも何でもできたな。へえ。橋立さんのどのようなところが好きなんですか。え、いや、てっきり恋人を追いかけているのかと。別に俺はそういう目であいつを見たことはない。ただこれまでずっと一緒にいたから。どうしました。いや、俺はミオとずっと一緒にいたんだ。だけどなぜか使える。はあ、幼馴染じゃないんですか。そうなんだけどさ。てめえ、それは超失礼だぞ。怖い怖い。てか誰。ちゃんと思い出してください。私はお風呂をお借りします。はいはい、わかりましたわかりました。また実験か。侵入者です。戦闘態勢に出なければ。脅威指定に合致する人物は。一人いました。誰だ。さっきの男か。橋立美代という女性です。は、その写真か。はい、橋立さん。見つけ次第殺害しろ。殺害だと。はい、わかりました。
あの光景をまた見るのか。俺はまた救えないのか。俺はまたあの日を迎えてしまうのか。武器はこっちだ。いや。どうしたお前。そんな。お前に構ってる暇はない。許せない麻酔拳銃。これでいけるか。藤野渚、高校1年生。ダンス帯少女ボクッコまな板ショートカット。なんかすごい属性の女の子。俺はこの少女に出会ったことでね、もうなんとかスメラギとか忘れてます。ダメだろ。渚ちゃん、今日は美術部の活動があるんだ。見学しに来ない？うん、行きたい。あ、サク。サク？今日は美術部にやるから帰り遅くなるです。オッケーディ。どういう関係だ貴様。ねえ。サクとか帰り遅くなるとかおかしいだろ。はあ？いや、家族なんだよ。ああ？てめえまだ高一で結婚できるわけねえだろ。生き勝ってんじゃねえぞ。いや、養子なんだよ。養子だ？養われてんじゃねえぞ。俺もお願いできますかね。なんで口調も変わるわけ？俺に言うなよ。まあ許してやろう。言いながら剣を出すのやめていただきたい。夜道に気をつけな。迂闊に動くと死ぬぞ。ねえねえ、ボクと話そうよ。分かったぜ。この人いつもこうなの。ああ、この人はいつも頭おかしいから。すよね。なんだこの人、どんなにヤバいの。今ちょうどこのクラスの人、謎の組織に拉致られてるんだけど、それなのにお宅の渚さんにベタ惚れないよ。もう突っ込みのすごくない。え、何、事件だよねそれ。はい？ナルタくん、依頼がしたいんだけど。え？俺？もう、終わりか。スメラギくん。誰だ？わかんないの？きついな。ここは私が引き止める。スメラギくんは早く言って。誰の手？君の手だよ。左手がある。じゃあね、また会おう。もしかして君は仕立てさん？無駄話をしてる暇はないよ。ああ、じゃあまた必ず会おう。橋立て美代が現れた、だと。はい、橋立て美代です。目的は何だ？それが、スメラギ秀家の救出だと思います。なことだろうと思ったよ。あいつの書類を書き直せ。了解です。スメラギ。なんだ。お前は生きてることを諦めたんじゃなかったのか。そうだ。でも、俺はここに来た。そうか。なんだよこれ。残念だが、ここは通さない。どういうことだ。まんまと騙されやがったな。俺もともとここの研究員なんだよ。騙してたのか。そういう実験だ。人に希望を持たせて、そっからどん底に叩き落とす。どう、これ結構効くだろう。なら、どうだった？片思いの相手生きてるとか言われて希望を持って、結局敵に追い回されて自分ボロボロになって、そして一流の希望の救世主のゲス野郎で、どう？で、どんな気持ちか聞かせてくれや！お前の大好きな橋立さんは、とっくに死んでるよ。嘘だ。はーい！橋立美は生きている。俺はこの目で見た。だからあんたに引いてもらう。
甘くされてんじゃねえぞてめえ一回諦めてんだろ。誘拐してたやつは何度もする。それは捨てるカンタースさんを知ったからだ。お前はただ箱の中でいびられてるだけでいいんだよ。お前の言ってることはみんなからしたら正しいのかもしれないけど、俺はそれだけじゃない。ああ、俺は今の俺は前の俺とは違う。捨てる簡単さを知って俺じゃない。今の俺は天使の難しさを知ったんだ。殴りかかってくるとは勝てると思ってんのか。ああ、勝てると思ったからここの拳をお前に向けた。相当自信があるよじゃねえか。言ってみろよ。その手にする難しさを知ったからどうなんだよ。この世界には最初から平等も真実も場所も何もかもがなかったんだ。それを掴むことができていた自分がとても恵まれていて羨ましい。それを知ったから俺はまた手にした。こんな作られた空じゃなくて本当の空を俺は信じたかなんて突き進む。ざれ言を咲くのもいい加減にしろ。俺は夢を見た。それを叶えるまでを倒れてやらねえ。覚悟は本物だな。スメラギ、ここを出るぞ。研究員が追ってくる。は？前言撤回。俺は研究員じゃない。お前がマジか試しただけだ。え？じゃああんた本当に俺を助けに。ああ、拠点に行く。そこで加納が待ってる。加納が？俺を助けるためにあんたと手を組んだのか。そうだ。今のうちに行くぞ。なぜか知らんが、研究員がまだ来てないからな。明日てさん。か弱い女子相手に多勢に無勢やるとは笑えるね。これじゃ袋叩きされるみたいじゃない。まあ倒れるのは私じゃないけどね。にしても手錠つけたまま殴り上がるとは軽いメリキンじゃねえか。スメラギ君、走れるかい？はい、なんとか。ボイル、スメラギ、誰が死んでも振り返るな。はい。ああ行くぞ。ああ、大丈夫ですか？目の前に弾がダンって、弾がダンって。銃まで使うかゲス野郎。しずく、坂さん。よ、吉住先生。早く乗れ、すぐに出す。クソ、俺が応戦してます。早く行ってください。了解。置いてきて大丈夫だったのか。多分あれはダメだ。引き返すべきだ。いや、ボイルの心配はしなくていい。あいつはただの格闘バカだ。心配なのは敵。ああ。どうやってあっち行こう。ここまで来ればもう安心。チェ、二人いる？応戦する。お前が二人ともか？いや、俺だけじゃない。私です。キリュウ。スメラギ。カノ。先生。いや、久しぶりだな。もうすぐで終わりだったね。ラーメン3杯なら許すよ、兄さん。兄さん？妹さんか？ああ、ヒイラギ雫ってのは偽名。本名はキリュウ雫。キリュウ雫ってどこかで聞いたことあるよ。もしかしてあんた俳優の？そうだ。そして俺の幼馴染でもある。カノの作戦に乗ってみたら、ヒイラギ雫の名前が出てきたんでな。ヒイラギなんて名字を使うのはお前しかいないだろ。お前にとってはサービス問題だったんだな、サガサ。ここにいる高校生たちは全員一連のことを知ってんのか。僕が言いました。カノ、お前バカなのか。友達死ぬかもしれないようなことに巻き込んじまったんだぞ。その点は問題ないよ。私たちはカノさんの友達でも何でもないから。え？ならもっとだ。
お前は見ない顔だが、名前は。天下寺ヒロトです。お前が、そうか。え？いや、なんでもない。でもだ、確かお前は橋立美を追ってるんだったな。はい。端的に言おう。彼女は生きている。やっぱり本当だったんですね。ああ。死ぬどころかあいつ。昨日も人を殺したからな。は？お前がちょうど凪と会った時、俺はそいつに会った。ああ、とっても元気だった。意味がわからない。ミオが人殺し？兄さん、冗談なら目を潰すよ。ここに、ピーナッツクラッカーから奪ってきた名簿がある。どこだ？乗ってるだろ。橋立ミオ、ARBK マフィアの幹部。ってな。あ、おい、待てよ。ピーナッツクラッカーは ARBK マフィアを撃退するために名簿を綴っている。ここに書いてあるのは信憑性が高い。そして俺は昨日そいつになった。適当なこと言ってんじゃねえよ。橋立さんが人殺しなんてするわけないだろ。いつも天元寺と一緒にいて超優しくて少しバカな橋立さんができるわけないだろ。シューガー落ち着け。お前はいつの話をしてるんだ。ヒイラギ、人は面白いぐらいすぐに変わる。これがお前の知りたかった真実だ。天下寺、どうするんだ。私も興味あります。どうするんです。俺はあんたの話を信じたわけじゃない。そうか。だけどもそれが本当だったら、俺がミオを止めてやる。みんな、なぎさだよ。ふたおれのヒロインの座を奪いに来たのだ。ねえねえ、ちょうだい、ちょうだい。なぎさ、何言ってんの。